ゲームさん、焼肉みたいにステーキが焼けるお店。いらっしゃいませ。はい。ヒレステーキ、ヘレのオーストラリアさんの200メインのステーキを。珍しいですよね、タケノコのサラダ。海外行ってから大丈夫だと思います。これこういう感じでいいですか、片面。あ、網目がついて美味しい。あぶ、肉肉しい感じの。あ、でもだいぶいい感じまで。兵庫県加古川市にあるステーキ M さんに来た殿様みたいなまっちゃん。何度か来たことがあるが、今日はたくさん食べるつもりのまっちゃん。ステーキ M さん、焼肉みたいにステーキが焼けるお店で、自分の焼き加減で食べれる、あの、美味しいステーキ屋さんにやってまいりました。では行きましょうか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どう入りますか。何も違和感もなく案内してもらえたまっちゃん。火が、はい、なんか緊張しているまっちゃん。はい、見どきなまっちゃん。はい、アルミに包まれている地野菜が乗ってますので、はい、このままコロンの上にそのまま焼かれてください。はい、はい、ありがとうございます。このヒレステーキ、ヘレのオーストラリアさんの200。あ、だから結構あの国産のヘレ半額で食べれる。リーズナブルですよね。リーズナブル。じゃあ焼いていきますね。まずじゃあメインのステーキを。で、これセットっていうことなんで、こちら野菜とソーセージ。ではいただきます。なんか珍しいですよね、タケノコのサラダ。そうですね。このなんか。なかなかないですね。タケノコをいただきます。めちゃめちゃあっさりして、めちゃめちゃスパイシーで美味しいです。なんか夏向けだと思います。なんか野菜っていう感じはあるんですか？なんかサラダっていう。なんか野菜っていう感じはあります。いや、もうめちゃめちゃ野菜っぽくないですよね。お肉と合いそうですか？お肉と合いそうです。あ、網目がついて。でもやっぱ、うん、野菜もせっかくに切り替えしてピンポン。あの、これっておすすめの焼き加減とかありますか。表面がしっかり線がいってたら大丈夫だと思います。これこういう感じでいいですか、片面線がいいか。あ、そうです、ね、もうちょっと焼いてもらったら今度は分かりました。ありがとうございます。もうちょっとしっかり焦げ目がつくぐらい焼いた方がいい。タケノコのサラダにドハマりしたまっちゃん、ひたすら食べる。もう一回行ってみます。あぐ、油落ちていいっすね。店員さんを呼ぶたびに鼻の下が伸びてるようなまっちゃん。メインで、はい、もうこれやっぱ切ったとこダメに見ましょう。肉肉しい感じ。あ、でもだいぶいい感じまで。これ全部最初に切ったやつ、それでも食べたほうがいい。もう一個ぐらい行きましょう。またあの和牛のちょっとヒレとは違って肉肉しい感じのヒレですね。お肉が多いじゃないですかね。なんか柔らかさがどっちもあるんですけど、
回は神戸ビーフも特別に食べるまっちゃん。初神戸ビーフですね。初神戸ビーフ。塩でうまさを引き出す。いただきます。やわらかくて、脂も甘くて、これやっぱ、全然うまいですね、やっぱりね。と、なんか塩、わさび醤油って結構ステーキって美味しいじゃないですか。でもわさび今回、つけましょうか、せっかくなんで。じゃあ、いただきます。わさびの辛さは全く感じんぐらい脂が美味しい、ね、めちゃくちゃ美味しいです。はい、今日はじゃあステーキさんでごちそうになりました。とてもね、美味しい肉がやっぱり多かったので、ぜひお皆さんにおすすめで、あと焼き加減とかそういうのを自分で選べるお肉なんで、とてもな、その自分の好みに合わせた味っていうのが選べるのと、すごいオーストラリアの肉しい、ほんまに食べお肉を食べたなっていう感覚のお肉だったり、国産和牛のヒレとかサーロインの美味しいお肉がたくさん食べれるお店なので、ぜひ皆さんも来てみてください。はい、じゃあ次はまた目の前の焼き肉屋さんにまた、お伺いしようかなと思います。いいですか。はい、ありがとうございます。